Hello, what's up, guys? My name is Lian and welcome to my video. ということで、今回の動画は、ちょっとね、今撮影する予定じゃなかったんだけど、ちょっととんでもないことに気づいてしまって、こっちのアイテムショップの方なんですけど、なんとね、エピックのミスで、バグでね、未販売つるらしが売られてるんですよ。というのも、あれ、どれだ？あ、これ、ヘイズのね、こちらのスターショットってつるらしなんですけど、このつるらし、なんと、俺も気づかなかった、さっきまで。さっき気づいたんだけど、これね、スタイルプレビューがあって、ここに来るとほら左にね、なんか2つなんだっけこのスキンの名前あるんだけど、これをクリックするとなんとやばくないこれやばいでしょこれ。え、絶対バグだよね。でこれゴールドってことは多分ね、今後ヘイズもこれ今ね2つスタイル変更があるんですけど、ゴールドバージョンが来るんじゃないかということだと思うんですけど、まあ、とりあえず僕このつるらし持ってなかったんですけど、ちょっと買ってみますねこれ。皆さんも今ね、この今撮影して動画上げると思うんだけど、多分明日の朝2月6の朝までは売られてると思うので、それまでに皆さんよかったら買ってみてください。500円で買えるんですけどね。そう、まあ全然買わなくてもね、とりあえずこれがね今、え、見て、なんかめっちゃバグってんじゃんこれ、ゴールドやばない？オッケーオッケー、これがヘイズのスキンだと思うんだけどね、これのね今この2種類しかないんですよ。なんですけど、まあゴールドのつるあしが今バグでねあるということは、ヘイズの金も来るんじゃない？それ結構熱くない？とりあえずね、早速1試合ソロやっていきたいと思います。レッツヘイズ。はい、こんな感じですね。金のちょっと金の色合いが違うのかな。でも普通にかっこいいよねこれ、マッキン金のなんかマイダスとか思い出す感じの金色だねこれ。レッツゴー、ゴールドゴールド、やばい来てる敵やばい、初動詞はやだよ。いいんじゃない、なんかクイクイみたいな音してる。でもすごい軽いよねこのつるらし、使った感じなんて言うんだろう、なんか別につるらし自体はそんなに重さとか変わんないと思うんだけど、なんか軽く感じる。あと金の色がちょっと違う、この俺が使ってるスキンと。でもまあ、これよりもね、このこれはつまり、あの前もなんか一回あったんだよね、前の時俺確か動画にしなかったんだけど、そうなんかね、別のスキンであったんだよ、バグでエピックがなんかつるらしだけ先に販売して、後からそのスキンのスタイル変更も来たみたいな、なんかデッドシュートみたいなハロウィンのスキンだったと思うんだけど、今ちょっと画像が出てると思うんですけど、そうこの人もね、実はねつるらしが先にバグでこれと同じような感じで、で後からスキンが来たから、もうこれはヘイズ金確定だよね今ね。ちょっとね、もうね、あ、本当にルースな話になっちゃうんだけど、マジでお腹空いた目の前にウーバーイーツの食べ物が来てるのに、夜ご飯かそれ食べずにこれ撮影はしに来てるからね、やばい。早くこの撮影して食べよう、終わらせて食べよう、これワンチャンやばいぞ、終わらないぞこの動画。あ、いたお前を倒すぞ。ああごめんよ、旬どけしちゃったんだけど、ごめん。あー、すいません、いただきますねこれ全て。見てこのつる足、よくない？感染ついてるからちょっと自慢しようなんならエピック自身も気づいてないんじゃないこれ今売られてるって気づいてなさそう、間違えてるって。それかワンチャン、え、どうするこれがさ、エピックあえてだったら、あえてそのリーク情報とかってあるじゃん、エピックがあえてこれをリークさせてるみたいな、気づかないふりをしてるんじゃないこれで、みんなに買わせてこのツルハシを、しかもヘイズにヘイズ金来るよっていうちょっとしたお知らせみたいな、ワンチャンあるぞそれ。エピックの裏の考えってことは、俺はまんまとエピックに騙されたもう多分みんなこの動画今飽きてるでしょ正直。あー、なるほどねみたいな、なんならもうここまで見てる人も少ないんじゃないかってちょっとここまで見てくれてる人はもうみんな愛してますマジでありがとう、こんなツルハシの動画のためにここまで動画を見てくれて。よかったらコメント欄にね、何しよっかな、コメント欄にじゃあライオンの絵文字書いてもらおうかな、ここまで見てる人たちは。待って、あれ絶対抜けてるでしょ、ちょっと待って、抜かさせない、一発当ててこれでね、うん、だからまあここまで動画見てくださってる方々はよかったらライオンの絵文字をコメント欄に書いてください。あ、いるいたよし、あの人を倒して俺はこの動画を終わらせる。
ニャッスルめ。おい、そこのニャッスル。何？あー、レディー。ごめんよ、ニャッスルちゃんよ。ジジェジェイ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 、もう動画で話すことがないよ。わかった。最近ね、これね、今着てるやつなんだけど、新しいパーカー、なんていうのこれ、フーディーパーカーか、買ったんだよね。これ可愛くない、この色。まあね、リアンといえば赤だと思うからね、真っ赤なパーカーが欲しかったんだよね。これ全部真っ赤だからね、よくない。もうこういう話しかできないよ。もう変に生き残っちゃってるから、これ着てほしいのよ。いい子いい子。はい、そっちでも上がるか。なるほど。うまい。やばいやばいやばい。壊されてる壊されてる。くらえ。あ、ということで、今回のこの動画ね、まあ、金の鶴橋、へえ、こんなのがあるんだと思った方は、ぜひ、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。今回の動画も最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画で会いましょう。Peace out!